情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価ボタン、そしてねチャンネル登録、さらにねコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー、令和3年版警察白書素晴らしいです。はい、産経新聞にこんな記事がありました。サイバー攻撃、中国名指しで関与明記ということでね、やっとこういう時代が来ましたね。昔こういうこと言うとね、中国人差別すんのかーとか言ってね、話を聞かれてね、差別にね、ね、こういう批判をさせないと、事実があっても批判させないみたいなね、そういう雰囲気があったんですが、今はさすがになくなったということで、これ産経新聞の記事なんですがね、こんな風に書いてあります。警視庁は20日、サイバー空間の脅威の現状などを特集した令和3年版の警察白書を公表した。警察が国家的関与を明らかにした例として、中国人民解放軍の関わりが浮上した、宇宙航空研究開発機構、JAXA といった組織が狙われたサイバー攻撃などを挙げたと。警察白書で国家の関与が記されたのは初めてということで、いやーよくやった警察、素晴らしい。実はね、私ね、昨日ですね、一昨日ハイブリッド戦争にね、関係するですね、新刊ね、9月に出す新刊のですね、本文、大体、第1項ね、書き終わりまして。で、昨日ね、後書きも実は、書いてたんですけれども、書き終わったんですけれども、いや、まさにね、この話題をやってたんですね。今、戦争なんだか犯罪なんだかよくわからない、境界線すれすれのね、これまさに超限戦って言うんですよ。境界が曖昧になるっていうのがこの超限という意味ですからね。限界突破するっていう意味でね。そういうのを、実は、本書いてるんですけど、いや、まさにね、国家がバックアップする非国家主体っていうんですけどね。そういうハッカー集団みたいな。その法人格で言うとですね、なんて言うんでしょうね、地元のゲートボールクラブとかみたいな人たちですよ。任意団体ですから。で、それが、その国家の意図をね、こう、汲み取ってというかね、国家の、構成員がその国家の特定の部隊だったりするんですけど、で、そういうのがですね、これハッキング攻撃とかそういうのをかけてくると。今回その、JAXA を狙ったですね、チャイナのハッキング集団は、TIC って言われる連中なんですけれども、これはね、人民解放軍のある部隊とですね、構成メンバーが全く同じなんじゃないかと言われているということで、本籍人民解放軍、現住所 TIC みたいな奴らが、いきなり攻撃してくるんです。はい。割と後半にね、日本の防衛企業ね。で、この攻撃で、情報漏洩はなかったとされているんですけれども、こういう攻撃がですね、常日頃から行われていると、いうことでですね、この、白書ではですね、この手のですね、国家のね、関与というものに関してですね、初めて、言及して、チャイナを名指しにしたと、いうことで、頑張ったなと。これ、特定したっていうことが結構大きいんでね。はい、これ結構ポイントで。でね、関連する記事がですね、日経新聞に出てまして、これもですね、今日の朝未明の記事ですけれども、こんな、タイトルです。米、中国のサイバー攻撃に50の手口、日欧と包囲網ということでね。これ関連してるでしょ、さっきのね、警視庁のやつとね。日経新聞の記事はこう書いてあります。日米欧などが一斉に中国をサイバー攻撃の攻撃元だと名指しする異例の措置を取った。中国の関与が指摘されるケースが各国で相次ぎ、一国では対応に限界があるからだ。アメリカ政府は今回50程度の具体的な手口を挙げて注意を喚起した。手法は基本的なものが多く、人海戦術も組み合わせて弱点を執拗に攻撃する姿が浮かび上がるということで。これね、ほんとすごいんですよ。超限戦術は何かというとね、もういわゆる限界を突破するんで、だから普通戦争ってさ、兵士がやるでしょ？ね、兵士が武器持ってやるけど、民間人が突如として兵士になるんです。はい。例えば私が書いた本の中にはですね、いわゆるこの風俗店ね、風俗店で働いている、いわゆる中国人の風俗嬢がですね、お客のパソコン抜いて、ね、で、そのパソコンに USB させて情報を取るみたいな、そういう手口も実は書いてあるんですよ。要はその風俗嬢がある日突然スパイになるみたいなね、そういうことも含めてですね、ありとあらゆる手を使ってくるというのがこの超限戦なんです。で、具体的にね、さっき私が出したですね、2021年4月ね、JAXA など国内200組織を攻撃したというこの発表がありましたし、それから去年ね、NEC のね、防衛関連ファイルに不正アクセスがあったりとか、その前にはね、三菱電機も実はやられてるんですよね。三菱電機は今回の JAXA と同じ TIC がやったんですけどね。こういうの相次いでると。で、アメリカもですね、今年の3月、マイクロソフトへのメールソフト攻撃、これ暴露しましたし、去年の9月ですね、アメリカ企業など100社超への攻撃で、司法省が中国人ハッカーを訴追してるということもあると。で、ヨーロッパもですね、複数のクラウドサービスへの侵入で中国人や企業に制裁ということでね、やってます。ドイツでもね、この間ね、長年にわたってチャイナの二重スパイやってたやつが捕まりましたよね。で、こういうのが今、全世界的で、規模でですね、広がっていると。
いうことです。でね、アメリカが挙げた50の手口っていうのはね、この日経新聞にいくつかその抜粋して書いてあって、よくやるのがですね、業務用ソフトウェア、マイクロソフト365。このね、脆弱性を作るというのがあるんですよ。で、三菱電機がやれたのはまさにこれです。はい。三菱電機がね、やられた手口を解説するとね、まずね、チャイナのね、三菱電機の子会社に入られちゃうんですよ。で、そこでね、管理者のアカウントを乗っ取って、で、誰かのね、正規の ID とパスワードを入手するのね。で、三菱電機はちゃんと二重認証やったんですよ。ID パスワード認証プラス、独自の認証をやらなきゃいけないということで、二重認証にしてたんですけど、それをその上海子会社にいる正規に利用できる人のね、ID パスワードとその二重認証のそのキーみたいに抜いちゃったんで、正面玄関から入ってですね、情報ごっそりやられてしまったと。いうことなんですよね。なんで、このね、マイクロソフト365結構使われるんで気をつけてください。それから日経新聞はね、他にもね、いくつか言ってて、アウトルックのね、やっぱり弱点を攻撃して、遠隔操作ができるような仕組みを、組み込む場合もあるそうです。それからね、クラウドストレージのワンドライブね。あ、これもマイクロソフトじゃん。ワンドライブ。全部マイクロソフトな。マイクロソフト365、アウトルック、ワンドライブね。それからあと、ドロップボックスも狙われるらしいです。外部との連携機能を通じて悪意あるソフトウェアをドロップボックスの中に埋め込んでしまうと、いうことですね。はい。で、アクセスした人がみんなそれに感染してですね、その端末からバンバン情報漏れとかね。あとは VPN ね。バーチャルプライベートネットワークかな。ね、仮想施設網と、ま、一応書いてますけど、まあ、いわゆる VPN ですよ。VPN を、狙ったですね、パルスセキュアアプライアンスというですね、これちょっと俺すいません、よく詳しくないんでわかんないですけど、ユーザーの機密情報などをサーバーから盗み取る、そんな方法らしいです。で、アメリカのね、発表によると、この50の手法っていうのはいずれもですね、珍しいものではなくて、大した技術も使わないらしいです。ただね、チャイナのそのまあ情報機関というか工作機関はですね、人手をかけて大規模な攻撃を繰り返すということで成果を出しているそうです。これ前にもね、ウォールストリートジャーナルが指摘してるんですけど、チャイナのね、この影響力工作っていうのは、まあ欧米に対してね、やってる工作、まあ SNS なんかの工作は、その必要かつ大規模なんですよ。はい。大したテクニックじゃないんです。でも、すんげえしつこくて、すんげえでかい規模でやってくるんで、なんで気をつけなきゃいけないということなんですが、同じことをですね、このサイバーセキュリティ、サイバー攻撃の分野でもやっていると、ね。人手をかけて大規模な攻撃を繰り返す。もうしつこくて規模でかいんですよ。だから厄介なんですよね。はい。で、このね、オフィス365の、件についてはですね、日経新聞こう書いてます。オフィス365の、脆弱性などプログラミング言語 Python を使って効率的に収集し攻撃する手法、などが、まあ、あるらしいです。で、システムを補強するために、コバルトストライクというセキュリティ、ツールをですね、このね、システムの補強するために弱点を探すコバルトストライクというセキュリティツールをですね、逆に悪用してですね、脆弱性を探したりとかいうこともあるらしいです。はい。ということで、まあ、ロシアだけじゃなくてですね、チャイナもこういうサイバー攻撃、サイバースパイね、やりまくってまして。で、それがね、まあ、いわゆるその、非国家主体。ね、人民解放軍でーすみたいなやつやってこないんですよ。謎のハッカー集団みたいなやつがやってんですけど、もうメンバー被ってんだろうみたいな話ですよね。はい。まあそんな感じです。ほら、騎士団ともう一個あるじゃん。メンバー全部騎士団だけど違うやつ。あのノリですね。あれですよ。武藤敬司とグレート武藤みたいなもんだよ。お前、グレート武藤とか言ったらいいけど、お前、武藤だろみたいなね。スーパーストロングマシンと平田みたいなもんでさ、お前平田だろみたいな。まあそういうことですよね。なので、プーチン大統領もね、米ロ首脳会談の時にサイバー攻撃するんじゃねえと、バイデン大統領に詰められて、いやいやいや、私は知りませんと。あれは、ムタがやったことですからとか、あれは、スーパーストロングマシンがやったことですからみたいな感じで、バックレたらしいんですけど、そういうのはね、通用しないんでやめてほしいなと、いうふうに思いました。はい。ということで、日本はですね、この後ね、秋に選挙を控えておりますので、こういうサイバー攻撃も含めてですね、様々な影響力工作。まあ私はこれ情報ウイルスと呼んでるんですけどね、こういうのがばらまかれる可能性があります。なのでですね、まあ少しでもね、ワクチンみたいに機能すればなということで、9月にね、緊急出版、決めましたんで、ぜひですね、このハイブリッド戦争の方をね、読んでほしいなと。まあある意味私はね、アメリカ大統領選挙の陰謀論ね、巻き込まれた被害者ですから、当事者でもあるので、その当事者としてのその、まあいろんな体験もですね、綴ってあります。ぜひご期待いただければというふうに思っております。まだ予約できないんで、予約できるようになったら、ご案内いたしますので、その折はぜひですね、皆様予約して拡散していただけると嬉しいです。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄にね、感想など書いていただけると嬉しいです。ガー